って、こちらに押しますよね。はい、これで受けます。受けたらこれです。はい、ございますよね。はい、で、今、若干外側から内側に入ってきてるので、それに合わせます。はい、これ曲がります。これ、ここにぶつけたらどうだろう。はい、こっち、こうしようとしても、こうしようとしても、自分が出てるから、絶対に無理。で、今度、これに対して、この肩からこちらに合わせます。もうこれで違う。分かるでしょうか。ここの力が、減ってます。ちょっと、はい。
こいつだけで、ね、ああいいね、こいつこいつから全然ダメだ。もしないと思って僕が汚染に刺されてるから。こうして、まあ、ここ、まあ、ここの台から肩の台からっていうのをこうしてみて、こんな状態で、これで、ここはこっち側に押そうとしたら、あ、こっち側に押そうとしたら、ここ、今力入りましたよね。ここ力入って、こう来て、その、僕のこの押す力に耐えてるのはこの足です。で、ここの体通って、この腕通って、ここに働きかけてるんですね、力としては。だから、こっから入ります。こっから入って、ここを通って、で、ここまで押すんですけど、ここに入ることによってこっちの下の力を抜きます。止まります。え、今使ってます。これ、こう、今通しました。こう、足ずれたりしないでしょ。はい。それを練習します。お願いします。はい。こっち、こっち回して。はい。はい。はい。で、今、こことここで合わせます。そうですね。この辺ですよね。はい。この辺ですね。はい。使ってます。はい。使ってます。はい。ここ通しますよ。あ、はい。今通してます。いいでしょ。いきますね。はい。ちょっとやめますね。はい、純粋にここでやります。こない。ナイスは。ここに。相当力高かったでしょ。わかりました。はい。さっき投げられた時に、ここそんな変わってました。浮いてますよね。スッと浮いちゃった。そう、それなんです。はい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 。いくでしょ。いきますね。これもかります。あ、はい。はい。浮かんだ。あ、浮いちゃいました。力で。浮いてそう。これここ通したからっていう流れの変わり方。ここから、そう、ここから。だから力入れる元が入れなくなってるそんな感じですね、うん、スッと入れて力が確かに抜けてる
そこね、はい、こう見たいと思います。頑張りますか。はい、はい、でもほら、なかなかない、この状態で投げる難しいんですよ。はい、で力で吸うとね、はい、だから、うん、この力めっちゃ入ってますからね、はい、長いわ、足ですよ。飛んでくから、もちろん。それを、あの、
狙ってますね。あのそこれがね、あのあれですよ。投げにくいですよ、なかなか。はい、そうですね、当たりますね。当たるんですよ。だから気配を的確に感じないと。
Come on.
Thank you.
返すことも返してる。パンチのね、チチがちゃうから動いてる感じ。チチの違いっていうのは、はい、パンチってやっぱり、こういうパンチ、こういうパンチですからね。こういうパンチですからね。あとで、こういうパンチで、このパンチになって、これを合わせた。これで押さえたんだけど、ちょっとパンチ、こうなってください。このパンチで、いやー、次の時に、パンチ。パンチだ。押さえてろ。切り替え何もなしでいいですか？はい。違う違う違う、それは、後のパンチ。そのパンチで、裏切りの時にパンチ。はい。いろんなところをこう、まあ、攻撃してくるわけです。でそれをこうこうぐっと掴んでしまうんじゃなくて、まあ、全然軽い接触、軽い接触でその相手の今これやったらこう動いてます、こっちやったらこう動いてます、この時にこっちはこう、こっち方向に向いてこっちはへこんでます、これに合わせるんです。相手するときはね、ぐっと掴んでないんですよ。で相手の動きに合わせてるだけなので、その動きに相手すると崩れていってるんですね。ここが動きの流れです。だからこういう練習をしないとなかなか実際の動きがないんですね。この中で相手の方向に、こっちは、こっち、こっち、これでパンチ出してます。で、こっちもパンチするんです。で、こういう形ね。ね、こっちね。こういう形。で、まあ、変わったような形にしとって、で、揺らぎとってきます。パンチ。で、パンチ。パンチ。っていう練習をします。この状態の時に、揺らぎを取ります。っていう練習をします。片方でいいんですけど、まあ、その形としてね、こういう、こういう状態じゃないです。その投げ出しているので、こちらだけでもいいんですけど、で、こういう状態をします。で、揺らぎをもうこっちの時からずっと。で、パッ。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 パ
瞬止まったら、うん、剣やってない、うん、当てられますよ。ちょっと研究を叩いてみます。